中国網楽中心は、香港のワンチャイクラク活動に位置する超高層ビル。屋上の高さは215メートルで、香港では62番目に高い建築物である。1998年に着工し、2000年に完成した。本ビルは、ロッコデザインアーキテクツによってデザインされ、ジャフェデベロップメントによって開発された。階数は52階で、 主に商業オフィススペースとして利用されている。最上階の高さは201.25メートルで、その上に LED の電光掲示板が備え付けられており、中国の生命保険会社である中国人寿保険の広告が映し出されている。1階から2階には小売店舗が入居し、3階から17階には駐車スペースが設けられ、22階から52階は、 遠くを見渡せるオフィスが用意されている。各階の天井の高さは約2.44メートル。エレベーターは乗用が5つ、荷物用が1つ備え付けられている。延べ床面積は16,013平方メートル。ショッピングセンターのタイムズスクエア近くに立地し、香港 MTR 郊島線のドラワン駅、ワンチャイ駅が最寄り駅である。 アメリカのグリーンビルディング協議会が実施している環境に配慮した建築物に与えられる環境性能評価システムリーダーシップインエネルギーエンバイロメンタルデザイン2009のコマーシャルインテリアズ部門において本ビルに入居するオフィス家具製造企業ヘイワースの香港オーガニックショールームが110点中66点の評価を得ており2012年にゴールド認証を受けている 2014年10月には、オンザルーフスと名乗る4人組が、ビルに登場し、屋上の LED 電光掲示板を用いて、ビルボードハッキングを行った際の記録動画が YouTube にアップロードされ、話題となった。ありがとうございます。